はいどうもトッティでーす今回は X「X メン VS ストリートファイターを」を解説1996年9年月稼働開始 X メンマーベルスーパーヒーローズ」を経てついに現在の形 VS シリーズにチームバトルによる 2D 格闘ゲームになったのは今作からである。 当時はライバル SNK のリアルバウト・ガロウ伝説サムライスピリッツザンクロウ無双剣 KOF95 などが稼働していた特にキングオブフ,ファイターズの勢いはすごかった KOF94 でそれまでなかったチームバトルが楽しめる KOF シリーズその2作目として大ヒットしたのが KOF95 チームエディット人気キャライオリが登場大ヒットした その KOF に対抗して開発したかは知らないがカプコンのゲームでもチームバトルが楽しめるシリーズとしてリリースされたのが本作基本操作はストリートファイターシリーズと同じでワンバープラス6ボタンスーパーストリートファイター 2X でスーパーコンボに当たるハイパーコンボ 本作からガガーードドド時に相手を押し返すアドバンシンシグガードそして VS シリーズの特徴的なシステム空中で追い打ちコンボができるエリアルレイブなのがある最大の特徴としてはやはり2人1組で戦うチームバトル KOF シリーズとは違い途中交代できる控えに回っている間食らったダメージを回復できるそしてチーム戦を生かしたバリアブルアタックバリアブルカウンター バリアブルコンンビネーションなどがあるそしてこのシリーズの戦闘はスピーディーで派手で自由なコンボシステムストリートファイターシリーズとは違うコンボシステムハイスピードで派手なので独特の爽快感がある。 今作からストリートファイターシリーズのキャラクターが参戦しているが、それまでのキャラクター性能とは違い、空中で波動拳などの飛び道具が出したり、真空波動拳が巨大ビームになっていたりと技の性能は変わっている。キャラクターは前作から人気のキャラ、ウルバリン、サイクロップス、ストームなど人気キャラは続投。そしてついに人気キャラ、ガンビットも参戦者なんで今までガンビットが参戦しなかったのが逆に不思議だった 『ストリートファイター』シリーズからのキャラクターは絶妙ななところをチョイスした参戦キャラクターになっている個人的にはブランカかエドモンド・ホンダが参戦してなかったのが残念だった。 グラフィック面は前作から引き続きアニメ調のグラフィック。BGM もスト2のアレンジ曲や X 面のキャラのイメージに合った BGM もかっこよく評価が高い。そして相変わらずの問題点としてはスピーディーで爽快感があり自由度のあるコンボシステムがあだになっており A 級コンボの百貨店。ありとあらゆる A 級コンボが存在する。ゴールド D ・ロジャーが言った。このゲームの A 級コンボを知りたいか。 欲しければくててやるぜ。探してみろ。この世の全ての永久コンボを倉庫に置いてきたと言われるほどの永久コンボが存在する自由度の高いコンボシステムが逆にあだになっているこの永久コンボ問題がちゃんと調整できていたら評価は変わっていたと思われる作品ゲームセンター帝の大会を見てもらうと分かると思うが永久コンボ大会になっている パターンにはまると相手がミスるのをただひたすら待つのみ世紀末なゲームになっている他にはアーケード版としてはバグで同キャラが使えたりラスボスのアポカリプスが使えるしかしアポカリプスを使う際倒してすぐに乱入ンンするタイミングがシビアでミスると最悪ゲームがフリーズする今となっては永久コンボゲーとしてネタになっているが当時のゲームセンターでは永久コンボを食らった時に 出る強制コンボ対策としてできることは銀のの円盤や火のついたバタコさんを投げることしかできなかったしかしちゃんと相手を確認して永久コンボ対策をしないと反撃を食らうことがあるので注意が必要な禁断の奥義である逆に怖いお兄さんに囲まれたりすることが当時のゲームセンターではあったので本作だがちゃんと永久コンボ調整ができていたら評価がもう少し高かったのではと思う。 個人的には X メンとストリートファイターのキャラクターの夢の共演作品としてリリースされた本作この後に続く VS カプコンシリーズの基礎は本作がベースになっていますそんな本作の移植作品を見ていきましょうまず発売されたのはセガサターン版「X メン VS ストリートファイター」1997年11月27日発売 4メガ拡張ラム専用ソフト記念すべき1本目としてリリースなので4メガ拡張ラム同封版が発売されたソフト単品はその後発売されている4メガ拡張ラム専用ソフトになり移植度は高くロードはあるものの早く快適にプレイすることができた完全移植でなく同キャラタックが組めたりバランス調整などされているバランス調整されているがそれでも永久コンボが多く残っている アーケードボードの高い難易度もそのままで正直どこを調整したのか分かりにくいセガサタンなので6ボタンパッドと相性よく快適にプレイできたさらにアキコンを使うとゲームセンターに近い感覚で楽しめたのは良かった今プレイするならセガサタン版がおすすめそして問題作プレイステーション版 X メン VS ストリートファイター EX エディション 1998年2月26日発売「サターン版」から遅れること3ヶ月後の発売になったタイトルに「EX エディション」と付いているがその内容は「EX」に程遠い内容にプレイステーション本体のメモリーが少ないためこのゲームの最大の売りでもある「チーム戦」ができない買った当時なぜタッグ戦ができないのか不思議で説明書を隅々まで読んでやっと驚愕の事実にたどり着く まさかのタッグ戦が削除され普通のラウンド制の格闘ゲームに変更されているではないか現在なら確実に大炎上しているレベルの詐欺移植これは移植作品としてまずダメだろうそして当たり前のようにロードも長い EX エディションなので一応追加されているものもあり必殺技やハイパーコンボをキャンセルできるハイパーキャンセルや交代ができないためにヴァンパイア・セイバーのように戦闘中に体力が回復するリカバリーゲージシステムなので移植作品というか別ゲーになっているせっかく期待して買ったソフトが移植でなくキャラクターが同じものの別ゲーになっているとは本当に騙された感がすごかった。 それでも PS 版オリジナル要素としてはラスボスのアプカリプスが正確に使えたりオプションで設定することにより同キャラのタッグが組めるなどがあるしかし本当にこの移植は残念だった今回は X め vs ストリートファイターを解説しましたストリートファイターシリーズバンパイアシリーズに続く新しいカプコンの格闘ゲームとしてタッグ戦が楽しめるシリーズとしてリリースされていきます永久コンボ問題があるものの 当時はなんだかんだと楽しくプレイしていました個人的に好きなシリーズです著作権の問題もあり現在のハードに移植することができないのが本当に残念な作品です今プレイするなら稼働しているゲームセンターを探すのはさすがに難しいのでセガサタン版をプレイするのがいいのかなプレイステーション版別ゲーなのでしかしセガサタン版 Amazon でソフトだけでも2000円以上しますからね 4メガ拡張ラム同封版だと6000円以上と高額になりますから結構お高いソフトなんですよね別系のプレイステーションでも1000円になりますなんで本当に現行ハードでリマスター版出てほしいですよ今回の動画はこれでおしまいです VS カプコンシリーズの動画は他にもいろいろ作っています概要欄の方にリンクを貼っているのでよろしければ見ていただければ嬉しいです これからもいろいろな動画作っていくのでよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイちゃ。